どういたしまして。ジャケットに鍵先があるままじゃちょっとかっこ悪いですもん。いいんです、こういう雨の日に縫い物をするの、私ちょっと好きですから。しとしと、ポツポツ、パラパラ、ザーザー。なんて言うんだろう、音に紛れて針を運んでたら窓の外の世界とふんわりつながっていくような気がして。雨の音と針と指、そこに触れる生地、それで全部。そんな感覚なんですけど。急に強くなっちゃいましたね、雨。だってこの雨、言葉で表すならザーザーを通り越してザンザン、ザブザブ、ドシャドシャ。ハッピーアイスクリーム、ご存知ないです？言葉がかぶっちゃった時にこんな風に言うの。ハッピーアイスクリームって先に言うと、相手はアイスクリームをおごらなきゃいけないんです。プロデューサーさんが先にそう言ったら、私がコンビニに走ることになります。プロデューサーさん、アイスクリーム食べたいんです？アマナちゃんとかデンカちゃんだったらぴったりの息で言えるのかも。確かに、わざわざ言葉にしなくてもいいタイミングでお醤油を取ってあげられるような、そういうご夫婦だったらきっと。どうしたんですか急に。はい、これ終わりましたよ。プロデューサーさん、今でも十分そういうところありません？困ってる人とか辛かったりする人のこと、何も言わなくたって分かっちゃうでしょ？きっと幸せですよ、プロデューサーさんと長く一緒に過ごす人は。